こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日の主役はマユルド。親分個体のマユルドで一匹道行ってみたいと思います。現在まで終わっている一匹道はアゲハントまで終わってるので、次は21マユルド、毒ケール、この2体やってみたいと思います。どんな感じで勝てばいいのか相手も全くわからない状態です。ケムスやった時もそうだったんですけど、多分持ち技がね3種類ぐらいしかないはずなので、それも加味しながら遊んでいきたいと思います。技を覚え確認しましょう。やっぱ同じですね。これしか覚えられないので、どうやって進めていくかかなと思います。鍵はレベルかもしれません。一匹道、それでは行ってみたいと思います。マユルドの相手もケムソたちと同じなんでしょうか。そこも気になりますよね。あ、同じだった。ムクホークってことは同じように進めていったらいいってことなのかな。レベルは60、電光石火だけ出てくる感じな気がしますね。ということは鉄壁を一回使って固くしとくからの体当たりかな。一回ね、ケムスト戦体験してるので、ムクホークが出てきた時のやり方はなんとなく理解してます多分これで、体当たりを、まあ、普通にやるしかないか。3回ぐらい当たればいけるのかな。うわ、あれ押し負けしてる。もうちょっとレベル必要。でも鉄壁があるから電光石火って結構防いではくれてるはずなんですよね。毒針じゃない方がいいと思うんだよな。体当たり早く2回打ちがしたいんですが難しそう。これで同じぐらいのになっちゃってます。電光石火2回必ず入るの辛いですね。あと1回ぐらいはいけそうです。はい、ターンはあと1ターンガードアップが入ってます。これをなんとかやっていきたい。あと1ターンか。もう1回じゃあ鉄壁追加でかけますか。1ターン残って追加って今までやったことないんですけど、プラスになるのかな。残り3ターンっていう風になってくれると嬉しいんだけど、どうなんだろう。もう20しか残ってない。あ、3ターンになりましたね。追加にはなってるけど、これもうちょっとレベル上げないときついかな。もう倒れちゃうのでここで力技かけます。どれくらい削れるんでしょう。あまり削れない。4回5回ぐらい攻撃ターンがないときついってことですね。やり方は多分合ってると思うんですけど、レベルが足りないなのでレベル上げましょう。経験飴が今あるので11じゃ入れすぎ。5?80 レベル。これならいけるんじゃないかな。もう一回挑戦。いきましょう、マユルド戦。ムクホークの攻撃が速さがあるので必ず2回ぐらいは刺されるっていうことを気をつけていかないといけなさそう。173の HP になりましたね。普通にやってるとこれだけ削れるからやっぱり鉄壁は必要。早技してもしなくても速さは変わらないので、しないでそのまま行きましょう。向こうは早技だと2回か3回攻撃に変わっちゃいます。ずるいですよね、攻撃したら速くなるの。よし、これで毒針入ってくれればいいんだけど、毒って今まで入ったことないんですが、なってくれるかな。一回打ってみますか。毒状態やっぱなんないよ確定毒じゃないからっていうのはあるんだけど、急所に当たったとかもあると辛いですよね。それだったら体当たり普通に打ってった方が絶対にいい。え、80レベルじゃダメ。まだきつい。これで残り2ターン。2回
攻撃できるターンがあればいいんですよね、きっと。いやー、毒針成功させたくなってきました欲が出ちゃった。もう一回やりたいけど、もう一つレベル上げましょう。待って、11個入れちゃった、間違えた100レベルになる。あ、ならないんだ、これでもならないの。95、間違えちゃった。2個入れようとしたらボタンミスりました95レベルのマヨルドとか初めて作りましたよ。まあしょうがない、やってみましょう。これなら勝てるでしょう。 273HP から多分上がってるはずだし、いけると思います。301、30も上がってますね。これなら耐えられる。鉄壁ターンを使って1個かける。すごいですよね、1回でだいたい30とか攻撃が入ってしまうのが本当につらい。それで体当たりをずっとしていく。レベル差これだけあればなんとかなりますよね。そんなことないのかな。さすがにムクボーク60レベルにマヨルド95だったら普通な感じだと勝てそうな気がするんですけど。お、あと2回ぐらいかな。ちょっと力技やるの怖いですよね。もう一旦多分耐えられそう。うー力技だったらよかった。違う、急所に当たったんだ今。耐えろ耐えろ頑張って、よし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 、最後は力技だ95でさすがに勝てましたね。多分ね、80後半で勝ててたはずなんですよ。もったいないことしちゃいましたけど、まあこの後毒ケールに進化させるので良いことにします。悲しいこれでマヨルドン完了しました。いや嬉しいな、やっとね進化させてあげられますね。ずっとね進化可能だよって言われていたんですけど、そのままにしていました。親分個体のマヨルドなので、親分個体の毒ケールになります。すごく大きかった気がするんですが、お、新しい技ひらめいた、やった。技確認しましょう。何入れる？なんか神通力とかはあってもいい気がする。ベノムショックいる？銀色の風？毒針消そっか。いや、ベノムショックあった方がいいかも入れとくことにしましょう。毒とね、虫はちょっときつそうだよね。変わらなければ多分そのまま相手は同じくムクホークだと思うんですよね。行ってみましょう。今度こそ毒を浴びさせるんだ。ということで、え、変わってる、待って予想外な、予想外な変更来ましたよ。え、なんでなんで、ムクホークだったじゃんアゲハンタムクホークだったのに、レベル60ドンカラスになってる。うちの毒ケールでかいですね。どうしよう、これ大丈夫と頑張ります。神通力せっかく入れてきたのに効かないんだけど、どうしようかな。鉄壁かけて、待って、盾がちっちゃい鉄壁かけて風起こしね。これ抜群取られるけど、これぐらいなんだ。銀色の風でいくか、ベノムショックでいくか。65で威力はこっちの方が高いんですけど、状態異常になってればっていう感じなんだよね。早くできるね。じゃあどっちもかけよう。銀色の風かけてからのベノムショック。銀色の風、よし。で、早技普通にかけよう。あ、力技いこう。力技ベノムショックおー、いいんじゃないいいんじゃない。急所に当たってるよ。やった、悪だくみされてる。いや、このターンいただきましたね。ドンカラス内側の羽がすごい綺麗。
中いとこめっちゃ綺麗、いいな。ドンカラさん親分いたかな、ちょっとゲットしたくなってきました。じゃあ最後はベノムショックです。もう決まった。いや頑張りましたね、これはすごい、できたできた。ということで毒キール戦も完了です。まあ、95レベルもあればいけるっていう感じですよ。はい、勝利の証がつきました。こんな感じでちょっとずつ増えていってる状態です。次ポニータギャロップね、頑張ってやってみようと思います。ポニータギャロップか、もうちょっと育てたいところではありますね。そういえばスグルさんの毒ケールって普通の子にしてたっけ。あ、普通の子だね、めっちゃ大きい。大きさの違いがすごかったです。この子にしてあげたらよかったな。親分個体って渡せたんですかね、わかんないけど。ケムッソ、親分ケムッソ渡しておけばもしかしたらワンちゃんでかいのここにいたかもしれないです。ということで今回はマユルドとドクケールの一匹と遊んでみました。まだやってないっていう方は参考になれば嬉しいです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。 あ、寝ちゃった。